レースの時だけ騎手が馬に、馬が鞍上になる世界戦。どうなる？とりあえず武豊は馬になっても強そう。なんでこの馬、国内全 G1 に大手かけてんすか？設定を一旦整理するで。入れ替わるのはレースに関するところのみ。インタビューは人馬両方。調教は好みで。馬は馬娘ではなく擬人化、牝馬はちゃんと女性ジョッキーになる。成績はそのまま。人も馬になる。牝馬のレースは要検討。予後不良は、移行競走馬、騎手になることができない。人が馬になるので、競走馬生命が長い。ゴジーとかはもうすごくすごい。牝馬のインタビュー、すごく見たい。なんか薬物検査に引っかかる馬いない？そういう子は、まあ引退で。まや知らないよ。出たなジーニアス。ほぼほぼ TBR イコールトップガンやんけ。他の馬にタックルして怪我させるいけぞえ。馬房は散らかすし暴れて怪我はさせるしアンチすごそう。でもグランプリ以上に強いんだよな。しかも三冠馬だぜ。入れ替えても気象難多いな。牝馬が雑魚すぎない？牝馬、中身女性騎手、はアイドルみたいになったり。12レースフル騎乗するタイプの騎手死なない？想像したら頑丈すぎて草も生えない。UMA だ。6レース目あたりから人気めっちゃ下がりそう。武士沢さんは、あれはチャレンジしてるだけで常在戦場12レースジョッキーではないか。普通に騎乗するだけで感謝される騎手の見本場になってくれる武士を。ノリさんに騎乗するゴルシはあんま史実と変わらんレースしそう。春天勝ってゴルシが、面白いもん見れただろ？ってインタビューで言いそう。120億円事件引き起こすノリさんがあまりにも違和感がない。ノリさんが120億円引き起こしてゴルシがインタビューで、競馬はキャンブルや。っていうやつだ。勝った場合、人と馬のインタビューがあるの楽しそうだな。クランモンタナが全然追わないから、自力闘魂注入してゴール越しにかける有事。アンカツ、最初から最後前で一番前で走ればええやないか。シルソに乗せて走る気なくなったから振り落としてゴール後に捨て寝する川だ。退職とか馬体どうなるかな。個人的にノリさんは足毛。ジャパツの人が多いから影を襲う。障害競争があまりないのは馬、中道種。の1レースにおける疲労が著しいから説。競争中に吠えて道開けさせるゲンジパイと体調不良で急遽乗り換わりが多い夫妻チコンコルド。馬にいだろうが人にいだろうがヒデ君になでなでされるのか。デムーロ20万円払わせつつゴール直前でブーンするオメガパフューム。チェスタがとどぼけ騎乗するのか。福永雄一、前が壁。若い時の馬雄一がほぼほぼキング。ダービーで頭真っ白になって逃げを打った説得力が高まるな。騎手に対して馬が少なすぎるだろこの世界。その代わりちょっとだけ馬の競技寿命が長め、とかどうやろ。桜プレジデントに前足蹴りをかますネオユニア感衝撃でカッチーの腰が死ぬ。暴れ馬専門の武士沢がすごいことになるぞ。しかも本人はレースでは振り落とされたことがない。やべえジョッキー専門の馬とか意味わかんないよ。馬大西がコミュ障で、インタビュー頑張るサニーブライアン。殻を出しされる人間大西、一番人気はいらないから一着だけ欲しい。かっこよすぎる。新山鉄って栗田と新山のどっちが吐くんだ？中野渡り号とマルゼンスキー騎手はなぜダービーに出られなかったんだろうか。当時は外国人ジョッキーの制限が厳しかったとか。チューリップ正午に、このままスキルを背負って遠くへ逃げたい。って考えるミルピー、あまりにも鉄人すぎる。鞍上のシルバーソニックを振り落とした後、抜群のインズキコーナリングテクでタイトルホルダーの2着に入り、レース後外拉致に激突してぶっ倒れる川田優が、待て、この世界の三冠牝馬ってどうなるんだ。1993年七夕賞、鞍上ツインターボ、中田定治、もう死んじゃいそうだよ。1994年エリザベス女王杯、鞍上騎士アマゾン、中田定治、今日はゆっくり行こうか、となったので、いつもより気が楽でした。1995年アカシア優春サンマダービー、鞍上北斗ベガコ、中田定治、かわいそうに、鞍上が緊張で、もう死んじゃいそうだよ。北斗ベガコ。白目を向いて固まっている。この前のキングスコールがレース前後でチャカついててレース中はスタートも良くてお泳ぎ良かったのって、そういうことだったのか。牝馬限定レースはこっちでいうところの女性ジョッキー限定レースになるのかな。それいいな。リンダリンダと生姜で牝馬三冠取った貴婦人があまりにも男すぎる。その後混合で勝ちまくるとかもうすごくすごい。状況拒否、ゲート入らない、鞍上振り落とし、阪神大昇天、慶応杯スリリングカップする池添え。てか、この世界だと金色細工を振り落とすことになるのか。入れ替わっても双方記憶あるなら、バチクソ切れられてそう。馬川田は文字通りマイラー体型になりそう。
逆に長距離得意な騎手は馬になったらスラッとすんやね。馬有事はずぶくなるのか、追えない騎手を闘魂注入する馬になるのか。馬の闘魂注入ってなんや。うまい手添えを制御できるオルフェーブルってすごくすごいのでは。東洋芸術四兄弟に手を焼かせる池添えを。馬になると知能ってどうなるんだ。馬の時は馬の知能で、人の時は人の知能。ちょっとややこしいか。人になれるか怪しい馬いねえか。棒にえたぎる暴走機関車とか、武豊はディープサンクだし、クリスチャンデムーロもサツキ勝馬、ダート G197 勝の三幸秀明号。なお北高たる前騎手は早めに先頭に立つと空を使うし砂をかぶるのが嫌な模様。今でも愛してる騎手からの思いが重い。これ有馬の抽選は人のまま。馬でも面白そう。激怒顔するオーシャンブルーマリアライトとか、大外引いて死んだ顔して登壇するスタオンするぜよ。見たいから騎手になった馬でもよし。一見おとなしくて人当たり良さそうに見えて気難しくて乗り難しそうな数を号。前髪が重たくて長い北海道でとりあえずまくってまくってまくる体力お化け馬。レース外だと表情豊かでちょっとわがまま末っ子の前提たけし号。どちらもノリヒロ3区。ベラジオオペラ騎手が乗るときだけめちゃくちゃ優等生になるので、ずっとオペラくんが乗れ、って言われてそう。2000年諦めなかった騎手オペラ王から学んで、で最後まで絶対諦めず全力で走る馬有事。頭奇跡実況とか面白くなるやつ。あ、UG ハート。間違いなく希少なんな TBR、リンダリンダ、池添え。坂井流星号のローテ、2024春。4月20日東京で11走、4月21日京都で9走。何を思ったかアメリカへ。4月27日京都で11走。4月28日香港で2走。5月1日船橋で1走。5月3日アメリカで田んぼババ激走。5月4日アメリカでもう1走。クソローテ。戸先がゲート壊すのか。暴れるリンダリンダのせいで大きな音が鳴って、驚いてゲート壊したことになるのか。知能まで馬並みになるならわざわざ人間を馬にする必要ある。人の知能で馬のレースできたら無敵になるやん。って思ったけど、この世界線だったら条件同じか。ライアン、ノリヒロに何かあったら俺が面倒見ます。うんす、この戦いが終わったら、横山ノリヒロを一冊の本にしてくれないか。21ダービーで鬼曇る人 F と馬たけしか。北斗部が騎手を落馬させて引退させてしまったことでポツンするようになったノリ3号。北斗部側帰国できなかったのも悲しい。この一件でノリヒロの走り方がガラリと変わるのか。菅井のキスを死んだ目で受け入れる内パク。ジェスタがキスされた時の安田記念の安城って吉富先生だったよな。となると。しかも同期じゃなかったっけ。菅井と相談役。岡部のせ、どうなるんよ。または、ルドルフの尻、になるんか。ルドルフの尻は草。競走馬になったら視線になってほしい騎手いる？たけし、エフフォーリア3区になって彼に3冠をプレゼントして頭をめちゃくちゃにしたい。新馬戦から豊かにじっくり育てられたい。そして初参戦の重賞で2桁人気で2から3着に食い込んで、謎の馬とやっぱり豊かレジェンド王、として扱われたい。なんだかんだ楽しそうだから池添さん。カレンちゃんと癒しの漱石になりたい。吉富先生とゆるーくやりたいようと変更されない程度に。友人にしばかれたいし、リンダリンダにトントンされたいし、ノリさんとポツンしたい。心が3つある。冷え性だから優雅に頼みたい。ついでに福永厩舎でクラシック取って脳を焼いてやります。何人かの騎手に乗ってもらった後、岩田パパに乗り換わってジーニアスな騎乗がどう違うのか体験したい。北村の雄一たくさん G1 をプレゼントして制裁になりたいねー。カズオに名前にちゃん付けで呼ばれてなでなでポンポンしてほしい。優しそうな公平に、本当に課題が多い馬ですね。気象もとても子供っぽいところがあります。って呆れたように言われたい。渡辺厩舎の子になって国彦くんに付きっきりで教えてもらって。みゆき視線で代打点乗りで豊か乗せたい、あわよくばそれぞれで重賞取りたい。福永厩舎で視線竹豊かで、本番でテンパってかかりまくって、調教師に似ましたね。って言われたい。岩田の親父かな。勝つために尽力してくれそうやし、一緒に頑張りたい、勝てない馬は生き残れない世界やし。